ようこそお参りくださいました。武田正文の仏心チャンネル。皆様、明けましておめでとうございます。新年いかがお過ごしでございましょうか。こちらのチャンネルでは、仏教と心理学、皆様の人生に役立つ情報をお届けしております。ぜひ続けてお参りいただける方はチャンネル登録いただけると嬉しく思います。さて、令和3年お正月、皆様にですね、お坊さんとしておすすめしたい3つのことということで、1年を振り返る、そして今年の目標を決める、そして最後に手を合わせるということについて今日はお話ししていこうかと思っております。まず1つ目、1年を振り返る。皆さん、大晦日いかがお過ごしでしたか？今年は除夜の鐘がなかなかつくことができなかったんですが、大晦日というのは私たちは除夜の鐘をついて、自らの煩悩を振り返り、一年を振り返るためのとても大切な一日でございます。これどうして必要なのかということなんですが、皆さんどうですか？普段自分のことってあんまり振り返ってないんじゃないかなと思います。で、特にですね、自信のない方、自分のことがあんまり好きじゃないなという方、振り返っていると思うんですよ。ただね、振り返り方に問題があるんです。おそらくですね、自分に自信がない方はですね、昨日やってしまったこと、一昨日やってしまったこと、また自分は繰り返して、なんてダメな自分なんだということで、最近の自分を振り返って落ち込んでしまうという方がおそらくたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。だけどね、この大晦日とお正月は違うんです。なぜなら、この大晦日お正月は1年全部をひっくるめて振り返れる貴重な時なんですね。私たちはですね、この人生の中である節目節目というのがあるんですね。この節目というのはとっても大事。この節目がなければ、私たちは昨日の自分を振り返って落ち込む。でもそうじゃない、今日は違うんですよ。1年前の自分を思い出してみてください。1年前の自分から今日の自分までどのような変化がありましたか？この1年頑張ってきたこと、辛いけれども続けてきたこと、苦しいけれども頑張ってきたこと、たくさんあるんじゃないですか。その中で自分が成長したなと思えること、きっとですね、1年前の自分と比べるとたくさんあるんじゃないかなと思います。そこの部分で自分をダメだと思うんじゃなくて、自分はなんと素晴らしい1年を過ごしたんだ、自分は前に進んでるんじゃないかということを、このお正月には1年間を振り返るということ、ぜひねしてみてください。なので、今年1年頑張ったこと、自分の成長したことをこう書き出すとかもね、してみてもいいかもしれない。で、一方で全然思いつかないという方いらっしゃいますか？これは由々しき事態でございますよ。ぜひですね、この1年自分何やってたんだろう、何もいいところなかったなという方はですね、変化していかなければいけません。仏教では諸行無常というお言葉が示す通り、私たちは常に変化していくというのが自然なことであります。これがね、1年間ずっと変わってなかったなと思われる方は、おそらく変わることが怖かったんじゃないかなと思います。でも怖がっていてはいけません。ただいまコロナ禍でございます。世の中の変化のスピード大変速くなってまいりました。私たちは、この不安の大きい時代にですね、いかに生きていくのか、どんどん変化をしながら、前向きに変わっていきながら、次の1年一緒に過ごしていきましょう。さて、2つ目はですね、今年の目標を考えるということをぜひ一緒にやっていけたらなと思っています。今年の目標立てられましたか？皆さんがですね、どのような目標を作っておられるかは分かりませんが、私はですね、いっぱいあるんですよ、目標は。いっぱいある。仏心チャンネルですね、これからもっとパワーアップしていきたいなと思うんで、これもやりたいし、あれもやりたいしっていうの、こういっぱいあるわけで、それに向けて、自分の努力していかなきゃいけないところ、こういうところは直していきたいなっていうのを、今年の1年の目標ね、もう作ってるんですよ。発表まではいたしませんが、で、そういうのやってる。で、これ何がいいかっていうと、自分がこっちに向けて頑張っていくんだっていうことが決まってくるんですね。で、これね、当たり前な気するでしょ。だけどね、できてない人がいっぱいいるんです。例えば、自分はこれから仕事の面でパワーアップしていきたいから、たくさん本を読もうとか、資格を取るために勉強しようとかって言って、一生懸命本を読んだりですね、なんかいろいろこう勉強して、英語を勉強しようと、単語いっぱい勉強したりこうするわけです。ただね、これ努力の方向がそっちでいいのかどうなのか検証したことありますか？これすごく大事。私たちは
目の前のことを一生懸命取り組もうと思ってそこしか見えてない時はですね、もうちょっと長期的な視野で目標が立てられていない時があります。一生懸命目の前のですね、英語を勉強したりとか、自己啓発本を読んだりとか元気になる本を読んでみたりとかするけれども、それが自分自身の人生の先の目標、大きな目標に向かってちゃんとここの道筋で必要なものなのかどうなのか、これをね検証すること、すっごく大事なの。私はここに行きたいからこれもいるしこれもいるしというのがある。でここに行きたいのにこっちの方向の努力してませんか？あったりするんですよ、こういうこと。ご自分の今やっていたりすることの努力、必要なのかどうか再点検してください。それを再点検するのにもお正月というのはとてもいい時間なんです。さっきね1年間のことを振り返ったでしょ。今度はこれから1年後、今度お正月を迎える時までに自分がどうなっていたいのか、そのことを考えてくださいね。そしてそのために必要なことは何かということをこの1年の最初に決めておくことで、この1年間私たち自分自身がどちらに向けて頑張っていくのか、どちらに向けて歩んでいくのかということがはっきりするんです。でこれがあるとですね、何をすればいいかというのは分かりやすくなってきますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。そしてコメント欄に、自分の目標をですね、ぜひ書いていただけたらなと思っております。皆さんがこれから1年頑張りたいこと、これから1年自分をこのように変えていきたいと思うことをですね、これ言葉に出すのがとても重要です。仏教というのは言葉をとても大事にします。ですので皆さん、心に秘めてりゃいいやと思っていることはですね、それはなかなか実現しません。ところがこれを言葉に出すとやっていこうという心のエネルギーになりますので、どうかその最初の一歩、今日この動画のコメント欄に、私はこの1年こういうことを頑張りたい、私はこの1年こういう自分がこんな自分に変わっていきたい、その思いをですね、どうか言葉にして書いていただけるといいかなと思っております。それではいよいよ3つ目でございますが、お正月の過ごし方、とても大事な過ごし方がですね、手を合わせてお念仏をしていただけたらと思います。ナマンダ仏ナマンダ仏とお参りをしてみてください。私たちが今言ったような1年のことを振り返り、これから1年のことを考える、これをね自分だけでやってしまうとどうしても落ち込んじゃったりとか、うまくいかなかった自分を責めたりとか、ネガティブな感情がどんどん起こってくるんです。ところがね、仏様というのはこのうまくいかない私であっても優しく見守ってくれるんです。そして今迷いながら次の1年に向かっている私たちも優しく見守ってくれるんです。仏教では合掌する心というのはですね、私たちの右手がいいこととか綺麗な手って考える。でこっちの左手っていうのは不浄な手、良くないこととか自分のダメな部分っていうのが、でこのいいところと悪いところをひっくるめて、仏様は見守ってくれている。でそのことに感謝をして、私たちはナマンダ仏ナマンダ仏と、この1年こんなことがあります、いいことも悪いこともありました、そしてこれから1年私も頑張っていこうと思います、なるべく良くなろうとは思いますが、うまくいかない時や落ち込む時、それでも支えてくださいねという思いで仏様にご挨拶することができるわけです。仏様の前で1年を振り返り、仏様の前でこれから1年の目標を立てる、とても素晴らしいことでございます。この1年の最初のお正月、皆さん仏様の前で少しお時間を使っていただいて、自分の心と向き合ってみてください。そして、この1年お過ごしになる中では、辛いことや苦しいこと、腹が立つこと、悲しいこと、いろんなことが起ころうかと思います。その時にはですね、また仏様の前に座っていただき、私の心の中を今一度振り返りまして、その上で明日をどう生きるのか考えてみていただけたらと思います。お正月の過ごし方、1つ目、自分の1年振り返ってください。2つ目、これからの1年の目標を立ててください。そして3つ目、手を合わせて仏様の前で今言ったことをもう一度振り返ってみてください。この3つをしていただくとですね、この1年の滑り出し、素敵なものになるんじゃないかなと思います。今年はコロナウイルスの蔓延もあり、例年と違ったお正月になってまいりました。
皆さんの心の中にも大変な不安、大変な焦り抱えておられる方たくさんいらっしゃることだろうと思います。仏教ではこのような不安の時代を生きるヒントたくさんございます。これからの1年豊かに過ごすために、苦しみを乗り越えるために仏教の教えがヒントになる部分あろうかと思います。ぜひとも仏心チャンネル、これからもいろんな形で発信していきますので、チャンネル登録していただいたりとか、周りの方にですね、仏教も面白いですよということでご縁を広げていただければ嬉しく思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またのお参りをお待ちしております。武田正文の仏心チャンネル、他の動画にもどうぞお参りください。